では8レースおっしゃいます茨城の吉田選手です。よろしくお願いしま す, お願いします、まあ、前走の和歌山は、まあ、決勝あのジャン選考で4着でしたけども、振り返っていただくとどうでしょうか。まあ、動き自体は悪くないんですけど、やっぱり末の粘りとか、うん、その辺、まあ、余裕がちょっとない感じだったんで、まあ、チクル不足感じたし、まあ、ちょっと変えなくちゃいけないなと思って、今回この 3日間でいろいろ変えてきました。ちょっと感覚はないですけど、結構しっかりと練習されたっていう感じですか、ね、あ、練習は、はい、しっかり、まあ、次の日からやりました。で状態としてはどういう感じですか今は。あ、まあ悪くない状態、まあ、戦える状態ではあると思います。もう昨年はちょっと新の杯を出れずで、まあ、2年ぶりの新の杯になりますけども、今賞金ランキングが12位ということで、このあたりっていうのは意識はどうですか。まあ、あんまり考えずに、あの一戦一戦目の前をレース頑張りたいですね。まあ、それで最終的に乗ってればいいなっていう感じですね。まあ、もちろんタイトル取って乗れるのが一番のことです、はい、で明日なんですけども、まあ、関東は3社になりますけども、まあ、自力という形で。はい、自力で頑張ります。わかりました。では、明日以降の意気込みを最後にお願いします。はい、一生懸命、あの、急いで頑張ります。応援よろしくお願いします。